日本鹿児島県薩摩仙台市、横浜町横浜町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市横浜町。郵便番号は895-0023。人口は449人、世帯数は175世帯4月1日に、平佐町、白和町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づき外区方式による、住居表示が実施されることとなった。 それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ川内一平さ町及び、白和町の各一部より分割され、川内市の町名、横浜町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。浅井駅の東端部を必殺オレンジ鉄道線及び九州新幹線が通っているが、地域内には駅は所在していない。最寄り駅は隣接する鳥居町に所在している川内駅である。ありがとうございます。